中国政府のハッカー、携帯会社にサイバー攻撃。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、中国政府の支援を受けた複数のハッカーが、世界の携帯事業者のネットワークに侵入し、ユーザーの位置情報やテキストメッセージ、通話履歴を盗み出していたことが明らかになりました。アメリカのサイバーセキュリティ企業であるサイバーリーズンが、 報告書で明らかにいたしました。ししま報告書によりますと、数年間にわたるサイバー攻撃によって、軍当局者や反体制活動家、スパイ、法執行当局者ら計20人を対象にした攻撃が行われており、全員が中国と関係があると見られ、対象地域はアジアやヨーロッパ、アフリカ、中東に及んでおり、 ハッキングは現在も続いてしまっております。例えば、こういったサイバー攻撃も、ファーウェイ製品など、事前にですね、中国製の通信機器の脆弱性を理解していれば、簡単に行えるものと思われます。現在、中国政府は、すべての中国人や企業、団体を国家情報法でスパイにし、 また国防動員法で軍事にできる体制を整えてしまっておりますので、今後もこのようなサイバー攻撃は続いてしまうものと思われます。日本政府には、こういった中国政府によるサイバー攻撃について、国内の防衛を強化していただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました